皆さんこんにちは。こんにちは。ベビーブランドヌナです。ご視聴いただきありがとうございます。お時間になりましたのでインスタライブを始めさせていただきます。本日は3名のスタッフでお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日は発売より多くの方にご好評いただいているヌナのベビーキャリアカドルクリックをご紹介していきます。インスタグラムでもご愛用のママママさんが投稿をたくさんしていただいているかなと思いまして、こちら楽しく拝見していますよね。はい、そうなんです。装着動画やおすすめポイントなどのご紹介からお出かけ先での、素敵なお写真などたくさんありますよね。カドルクリックはオリジナルのマグネットバックルを採用し、お子様の乗せ下ろしが簡単にできます。さらにウエストベルトがバックルになっているのでとてもつけやすい商品となってます。もちろんその他にも使いやすい、機能が備わっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。またインスタライブの最後には質問コーナーをご用意しております。インスタライブ中もご質問にお答えさせていただくのでお気軽にコメントしてください。それではカドルクリックのご案内をスタートします。まずは対象年齢からご紹介していきます。カドルクリックの使用対象は新生児から体重16キロ3歳頃までとなっています。対面抱っこ乳児用ブースターあり、対面抱っこ乳児用ブースターなし、前向き抱っこ、おんぶの4通りの着用方法が可能で、カドルクリック1つで成長に合わせてずっとお使いいただけます。一つで新生児のお子様からずっと使えるのはすごく助かりますね。本当に助かります。そんなカドルクリックの一番の魅力はお子様の乗せ下ろしが楽々にできるマグネット式バックルです。近づけるだけでカチッと噛み合いまして、ロックされるので力を入れずに簡単にバックルを固定することができます。磁気の力でこのように吸い付くように噛み合うので、手元が見えにくい時とかでも使いやすくなっていて、この簡単さがパパママにとても人気です。外す時もスムーズなんですよね。そうなんです。外す時はバックルの両サイドのボタンですね、こちらをしっかりと押しながら外すので簡単な操作なんですけれども、これが簡単に取れてしまうという心配はありません。また前脱着式となっております。ちょっとご用意をさせていただくんですが、このようにですね、今ちょっと上着を着ておりますので少々お待ちください。このように上着を羽織っていたりでしたり、リュックを背負っていても肩紐を外さずにお子様をの乗せ下ろしができるので、外出先でおむつ替えの時などにもとても便利になっております。前脱着はですね、これからの夏の季節はもちろんなんですけども、冬のコートの使う時の時期にも便利さを実感していただけるかなと思います。年中使うアイテムだからこそ季節を問わず使いやすいかどうかもチェックしたいですよね。そしてですね、またウエストベルトもですねバックルタイプになっておりますので、一度ちょっとお見せしたいと思います。ウエストベルトがですね、こちらですね、ワンクリックで取り付けが可能となっております。ウエストベルトは61センチから145センチまで対応していますので、ご夫婦だったりとかご家族皆さんでご使用いただけるアイテムとなっております。バックルは握りやすいサイズ感となっておりますので、取り付け取り外しが簡単にできます。この使い心地もぜひお試しいただけたら嬉しいです。1点ご質問をいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。カドルクリック直営店限定からいつ頃入荷しますかというご質問ですね。直営店限定カラーがキャビアというブラックのお色味になるんですけれども、こちら現在欠品中のご案内をさせていただいております。現在のところですね、入荷未定となっておりまして、入荷日確定しましたらヌナ公式インスタグラムの方でもお知らせさせていただきます。ご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。それではですね、ご案内の方を続けさせていただきたいと思います。続いてはですね、カドルクリックの魅力を4つのポイントに分けてご紹介していきたいと思います。まずポイント1つ目です。
ポイント1点目はメッシュ素材の、使用についてです。パドルクリックはお子様を包み込むパーツにメッシュ素材を採用しているので、汗っかきの赤ちゃんも蒸れにくく快適にお過ごしいただけます。すごい通気性いいですね、うん、でまたですね、ヘッドサポートの部分には日よけのフードがついております。中にあるのでこの中に入っておりまして、広げて肩ベルトについているスナップボタンに簡単に取り付けが可能です。両サイドにありますのでちょっとつけていただきます。日差しの強い日にお出かけ、日差しの強い日でもお出かけが安心ですね。でそしてですね、こちらしまう際なんですけれども、両サイドのスナップボタン外していただいて、くるくるとこのように丸めていただいて、もう一度ヘッドサポートの中に収納をしていただきます。今肩ベルトちょっと緩いんですけど、お子様乗せた後に調整して少し上に上がってくるので、そのあたりはご安心ください。はい、じゃあポイント2つ目いきたいと思います。はい、2つ目はですね、ボディカバーとなっております。パドルクリックにはボディカバーがついておりまして、ウエストベルトの中央にあるポケットからボディカバーを取り出します。ヘッドサポートのボタンに取り付けるだけでセットができますので、両サイドのこのボタンですねを右と左つけていただきます。こちらもお子様をですね、冷房などの冷たい風から守ってくれますので、とても便利な機能となっております。このようにつけていただきます。そしてこちらもですね、収納する際は両サイドのボタンを外していただいて、これもくるくると折りたたんでいただきます。でウエストベルトの中央のポケットに収納するだけで完了となります。こんな感じですね。お客様から、ご質問もいただいているので、ちょっとご紹介させていただきながら、進めたいと思います。言ってですね、帝王切開後でも利用できますでしょうかというご質問です。こちらはですね、お腹部分に腰ベルトのところが当たるようになっているので、ちょっとご自身の体調や状況に合わせてちょっと確認をしながらご着用のところをですね、進めていただければと思いますので、ちょっともしご不安点があればお医者様の方にも確認していただきながらの方が安心かなと思うので、そのようにご利用いただければと思います。また続いてですね、キャビアは今年中に入荷難しそうでしょうかというご質問ですね。ありがとうございます。ちょっとですね、今急ぎ入荷を早められるように進めておりますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。ではですね、続いて、移っていきたいと思います。ポイント3つ目になります。ポイント3つ目は充実した付属品です。カドルクリックは付属品も充実しております。4種類のアイテムがついてくるので順にご紹介していきたいと思います。はい、1つ目はですね、肌触りのいいオーガニックコットンのスタイが2枚ついてきております。前面がですね、しっかりと覆えて洗い替えがありとても使い勝手が抜群となっております。お子様前向き抱っこした時とかによだれで汚れてしまったりするんですけれども、これが2枚あると洗い替えとしてお使いいただけるかなと思います。はい、で2つ目ですね、2つ目はショルダーパッドが1セットついております。それぞれのカラーに合わせた色味の肩ベルトカバーがついております。はい、で3つ目ですね、3つ目は取り外し可能なウエストポーチがついております。ウエストベルトからポーチを取り外すこともできますので、ポーチが不要な際は取り外すなどシーンに合わせてお使いいただけます。こちらはマッチもありますので、このように今スマートフォンを入れているんですけども、スマートフォンだったりとかハンカチなどもしっかり収納ができますので、とても便利となっております。はい、こんな感じです。はい、じゃあ最後4つ目ですね。4つ目は収納袋がついております。お出かけの際はもちろん、ご自宅での収納の際もコンパクトに畳んでここにをかぶらずに保管することができます。収納袋あるっていうのはすごく便利ですよね。便利です。はい、
この収納袋にも、折りたたんで入れられるこちらのカドルクリップなんですけれども、続いてポイント4つ目はコンパクトな折りたたみの点をご紹介します。しっかりとした作りですがコンパクトに畳むことができるので、こちら実際にやってみたいと思います。まずはですね、ベビーキャリーを外していきたいと思います。このように一旦外していただきまして、本体のショルダーベルトを内側に折り込みます。で、ウエストベルトの方に向かってくるくるとまとめていきます。このように丸めます。まとめまして、ウエストベルトの位置に来たら本体を巻きつけるように、ベルトを留めていただきます。バックルをですね、最後カチャッと留めます。で、両サイドのベルトをきつくしっかりと締めます。で、これで完成ですね。こんなに小さくなりますので場所も取らず収納ができてとても便利かなと思います。で、先ほどご紹介させていただいた収納袋の中に入りますので、お出かけなど、持ち運びにもすごく便利となっております。ではですね、ご質問もいただいておりますので、そちらの、はい、ご回答もさせていただきます。ご質問ありがとうございます。少々お待ちください。スタイと肩ベルトの付け方教えてくださいということですね。着用方法をこの後ご紹介させていただくので、その際にはちょっと合わせてご紹介させていただきたいなと思います。ではですね、着用方法をご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、最初にですね、背中部分のバックルを止めていきます。止めて、止まってますね。背中の肩甲骨の位置にバックルが来るように調節します。バックルの位置が首元など上に来てしまったりするとですね、肩や首が痛くなってしまうので、必ず肩甲骨のあたりにセットしてください。で、バックルはスライド式で簡単に調節ができます。こんな感じですね。調節ができたらキャリアをかぶりたいと思います。このように上からですね、かぶっていただいて、ただ次にウエストベルトを留めていきます。このように後ろからですね、留めるよう留めていきます。今先ほどきつく締めてしまったので今緩めております。はい、でバックルをカチャッとはめていただいて、左右からベルトを引っ張り、きつめにですね、しっかり引っ張っていただきます。そしたらベルトの余った部分はですね、丸めていただいて、ゴムバンドがついてますので、こちらで留めていきます。こんな感じですね。で、ウエストベルトなんですけれども、最大145センチの幅に対応していますので、体格差のある幅ママでも転用して使っていただくことができます。はい、でこれで装着は完了となります。カドルクリックの肩ベルトにはふわふわとしたクッション性がありまして、肩へ伝わる負担を軽減してくれますし、幅広なウエストベルトは腰回りもサポートできるので赤ちゃんの重みも分散してくれます。ちょっとここでですね、先ほどのご質問のスタイと肩ベルトはですね、付け方ご紹介していきたいと思います。まずヘッドサポートのところをですね、折り返していただいて、今上についているので、こちらを下のボタンに取り付けていただきます。そうしましたら、まずはじめに、オーガニックコットンスタイの2枚ついている方からですね、ご紹介していきます。こちらは前向き抱っこの時などにも便利なんですけれども、ぐるっと回していただくと目ファスナーついていますので、こちら外していただいて、でボタンホールがついているところが表になるので、表面に刺していただいて、こうぐるっと肩のところから巻きつけるように目ファスナーを留めていただいて、で反対側もですね、同じように巻きつけて留めていきます。で、ボタンホール出てるところが手前のこちらのボタンにはめ込むようになるので、
しっかりとはめていただいて、で折り返しているところは後ろ側にしっかり巻いていただくと、このようにちょっと今 右側のボタンが半分出ちゃってるんですけど、全部出していただいて、はい、このように巻きつけていただくと、あの首周りがしっかり覆えるようになりますので、赤ちゃんの、あのよだれの部分をしっかりカバーしてくれるようになっております。でこちら外していただく時も同じように簡単にボタンホールから取っていただいて、ね、ファスナー外していただければ簡単に外せます。で今ヘッドサポートをあのつけた状態で上からはめたんですけれども、このヘッドサポート取っていただいてもご使用いただけますので、そちらもご安心して使っていただけます。ご質問もありがとうございます。次ですね、もう一点ですね、ショルダーパッドついておりますので、こちらもご紹介します。ショルダーパッドはですね、ちょっと代表して片側だけ付け方ご紹介するんですが、ファスナー外していただくと、このようにボタンホールついておりますので、ボタンホールをこのように留めていただいて、巻きつけるようにしてボタン隠すような形で留めます。すいません、ちょっと今逆でつけてしまったんですが、赤ちゃんの口元に来る方がですね、あの何もないような感じになるので、あ、逆向き、あ、そうですね、こう巻きつけていただいた時に赤ちゃんの口元がこのようにさらっとする方になるようにつけていただけると、両側きちんと、まとめることができますので、こちらもあのすごく使い勝手のいい付属品となっております。それではですね、着用方法を、ご紹介していきたいと思います。何の種類の着用方法があるか教えてほしいですというご質問もいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、着用方法4種類ありまして、今乳児用ブースター付きの着用方法を先にご紹介したんですけれども、ちょっとお待ちください。その他に対面抱っこの乳児用ブースターなしですね、前向き抱っこおんぶと続きますので、対面抱っこ乳児用ブースターなしからまた始めさせていただきます。じゃあまず、では続いてですね、対面抱っこ乳児用ブースターなしからご紹介します。2つ目なんですけれども、首座り後の生後4ヶ月ありからちょっとまた乗せ方のご紹介ちょっとまだだったので、あ、失礼しました、はい、では乗せ方のご紹介からですね、乳児用ブースターありからご紹介します。はい、1つ目なんですけれども、体重 3.5 キロ以上の新生児から首詰まり前の4ヶ月頃までお使いいただける対面抱っこ乳児用ブースター付きですね。はい、こちらからご紹介します、はい、ではですね、まずマグネットバックルを外してフロントを開きます。今ですね、ちょっと先ほどのここになってるので、このボタンを上に留めていただきまして、この状態にセットします。そしてですね、マグネットバックルを外してフロントを開きます。で、お子様のお尻部分にある乳児用ブースターを使用してセットします。こちらは2箇所ファスナーを締めるだけで簡単にセットができますので、金属部分に関してはですね、カバーをすることができるので赤ちゃんの肌に当たらず安心です。で続いて、節部分の両サイドにある足穴調節ボタンを止めます。ヘッドサポートもですね、ごめんなさい、こちらですね、両サイド右と左にボタンついてますので止めていただいて、で、ヘッドサポートも必ず上部の固定ボタンに取り付けます。で、首座り前のお子様の頭と首が支えられるようにしっかりしてください。で、はい、すいません、乳児用ブースター足穴調節ボタン、ヘッドサポートのセットが完了したらお子様を乗せていただきたいと思います。最初にですね、
今ラックしますので少々お待ちください。最初にサイドバックルの片方だけこのように留めておきます。で続いてお子様を抱っこしてバックルを留めた方に足を通します。足を通してますね。でお子様をしっかりと支えながら乳児用ブースターの上にこのように乗せます。で続いてフロントカバーを上げてもう片方のウエスト部分のマグネット式バックルを留めて上のマグネットバックルをちょっとはめます。そしてサイドベルトとショルダーベルトを締めて調節をしていきます。両サイドの紐ですね。こちらの紐を引っ張っていただいて取り付けます。そうですね、それで余ったベルトなんですけれども丸めてこのようにバンドがございますのでこちらもバンドで留めてこのように収納することができます。ショルダーベルトなんですけれども、肩部分にですねポケットがあるので収納をしてください。こちらですね、こちらも同じように丸めて収納をしていきます。で、先ほどのすみません、こちら見えますか。ショルダーベルトですね。肩ベルト部分にポケットがありますので、調節して収納をしてください。で、お子様が紐を舐めてしまったりするのを防ぎます。で、こちらで乳児用ブースター付きの対面抱っこは完成となります。首元など全体にホールド感があるので新生児のお子様から安心してお使いいただけます。またご質問もいただいてます。カドルクリック本体は選択できますかというご質問ですね。ありがとうございます。選択していただくこと可能でございます。洗濯ネットに入れていただいて冷水の弱モードでお洗濯をお願いいたします。型崩れ気になる方いらっしゃるかと思いますので手洗いも推奨させていただいておりますのでそちらもご利用いただければと思います。続いてですね首座り前なのですが赤ちゃんの頭が上のバックルに当たってしまいます。ご使用者様ですね、寝ている時は特に当たってしまうようなんですけれどもブースターなしだと当たらなくなりますかというご質問をいただいております。ですね、首座り前のお子様に関しましては必ずブースターつけていただいてご使用をお願いしておりましてちょっとあの状況がなかなか見えにくい部分もございますのでもしお近くに加藤寺の直営店舗ヌナの直営店舗ございましたらちょっと一度確認をさせていただいてご様子見させていただくこともできますのでそちらもご利用いただければと思います。またですねちょっとお近くに店舗がない場合はヌナの公式のインスタグラムの DM の方にお写真をお送りいただけましたらちょっとご状況見ながらご回答させていただければと思いますのでこちらもご利用いただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。ではですね次移らせていただきたいと思います。続いて、着用方法2点目ですね。2つ目は首座り後の生後4ヶ月頃から体重 13.5 キロの24ヶ月頃までお使いいただける対面抱っこ乳児用ブースターなしとなります。まずこちらも取り付けさせていただくので一回赤ちゃんを下ろしますので少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。首座り後は先ほど取り付けた乳児用ブースターを外します。まずですねこのファスナーございますのでここ2箇所外していただきます。で上下にあるこのファスナー外していただいて金属部分を隠すだけなのでとても簡単です。今外しましたので、はい、金属部分も隠しております。で生後4ヶ月頃を過ぎたら足穴調節ボタンも外してください。足穴調節ボタン両サイドにありますのでこのボタンを外します。右側と
左側ですね、両方外します。でまたですね、首座り後なんですけれども、ヘッドサポートを折り返した状態でもお使いいただけます。下のボタンにつけるだけなので、とても簡単に折り返すことができます。取り外すこともできますので、ご使用の際はですね、お好みに合わせてお使いいただけたらと思います。はい、ではそれでは乳児用ブースターと足穴調節ボタンを外したら、お子様を抱っこしていきたいと思います。このようにですね、今赤ちゃんを持ってますので、こんな感じで下のマグネットから止めていただきます。はい、でこれで、乳児用ブースターなしの対面抱っこは完成となります。対面抱っこは使用頻度も高いので、成長に合わせて、調整して使えるのは嬉しいですよね。でまたご質問もいただけます。もうすぐ産後2週間で購入して使用前です。タイミングよくインスタライブあってよかったです。ご質問ですね。ありがとうございます。使用前、洗濯必要はないですかというご質問なんですけれども、ご使用にあたっては、届いてからそのままお使いいただくこともできるんですけれども、やはり赤ちゃんに触れる部分ですので、一回水通ししていただいて お使いいただくというお客様結構いらっしゃるかと思いますので、そちらも合わせてですね、検討いただければなと思います。お願いいたします。ではですね、続いて前向き抱っこの着用方法をご紹介していきたいと思います。前向き抱っこは生後6ヶ月頃から体重 13.5 キロの24ヶ月頃までお使いいただける着用スタイルです。はい、じゃあこちらもですね、一旦赤ちゃんを下ろしますので少々お待ちください。ヌナの抱っこ紐使っていたら装着簡単すぎて他の抱っこ紐使えませんというコメントですね。ありがとうございます。そうなんですよね、マグネットバッグにこうハマってくださる方結構いらっしゃいますよね。多いですね。取り付けが簡単なので、もうそこが魅力なポイントです。はい、じゃあ今赤ちゃん下ろしましたので、まずですね、乳児用ブースター足穴調節ボタンが外れているかを確認してください。こちらとですね、でそしてお子様のお尻の箇所にあるシート幅ストラップを留めていきます。の中にですね、ストラップが隠れてますので、このように留めていきます。でシート幅ストラップなんですけれども、お子様をの股部分がですね、幅が狭くなりますので、足が自然な姿勢で開けるようになります。でまた前向き抱っこの際なんですけれども、ヘッドサポートを折り返した状態でご使用ください。さあ準備ができましたので、お子様を乗せていきたいと思います。今見始めたのですが、少し遅かったんですが、アーカイブ残りますかというご質問ですね。アーカイブ残させていただきますので、ご安心いただければと思います。コメントありがとうございます。ありがとうございます。ですね、このように前向き抱っこなんですけれども、お子様に景色を見せてあげることができるので、動物園の旅とか水族館などお出かけの際、好奇心旺盛なお子様にぴったりです。では続いてですね、着用方法、おんぶをご紹介していきたいと思います。こちら4つ目の着用方法です。生後9ヶ月から体重16キロの36ヶ月までお使いいただけるおんぶのスタイルです。こちらもですね、装着させていただきますので、一旦赤ちゃんを下ろします。で少々お待ちください。アーカイブありがとうございます。ヘッドサポート外してみてほしいですとご質問ですね。ちょっと後ほどこちらご紹介させていただきたいと思います。はい、オブなんですけれども、乳児用ブースターを外した対面抱っこの状態からスタートします。で前向き抱っこからオブする際にはですね、必ずシート幅ストラップが外れているかを確認してください。で外してもう一度の中にしてしまっていただきます。でまたヘッドサポートを下げた状態で使用してください。ではですね、赤ちゃんを抱っこしていきたいと思います。少々お待ちください。でお子様を今ですね、対面抱っこをしたらサイドベルトを緩めていきます。親指をですね、使って黒いパーツを押し上げるようにで、サイドベルトを緩めていきます。ちょっと今ゴム止まっちゃってるので、それ外していただいた方が
調整していただきやすいかと思います。でゴムも外して両サイド緩めまして、で右手をですねショルダーベルトの上から出します。このように出していただいて、左手をサイドベルトの下から出します。下から出していただいて、で、お子様をですねしっかりと支えながら前かがみの状態で右側に向かって背中の方へくるっと動かしていきます。この時ですねしっかりお子様を支えて回していきます。でお子様が背中の位置に来たら、それぞれのベルトにですね手を通しまして、リュックを背負うような形にします。でサイドベルトや背中のバックルベルトをですねしっかりと締めていただいて、こんな感じですね。で腰のベルトもしっかりと締めていただいて、ここの余ったこちらのベルトはですねまた先ほどと同じようにまとめていただいて、両サイドこんな感じでまとめます。でこれで取り付けは完了となります。奥様に使い方を教えるために真似しながら、今実際にですね真似しながら使い方を覚えてますというコメントもいただいてます。ありがとうございます。ちょっと分かりにくいところがあれば再度ご紹介させていただくのでコメントいただければと思います。ですね、おんぶはですね家事をする際などとても便利なのでこのような着用スタイルとなっております。はい、またお子様を下ろす際なんですけれども、サイドベルトをまず緩めたいと思います。両サイドですね、ここ外していただいて緩めていきます。でそしてですね、緩めまして右腕をショルダーベルトの上から外します。で左上を腕をサイドベルトの下から外します。でこちらもですねお子様をしっかり支えながら前かがみの状態で右側に向かって回していきます。そして先ほどの一番最初抱っこした状態の対面抱っこ2の状態に戻します。で腕をそれぞれショルダーベルトに通しまして両サイドで腕を通していきます。そしたらですね両サイドのサイドベルトをしっかりと締めまして、それで今対面抱っこになりましたので、この状態からマグネットバックルを外してお子様を下ろしてください。こんな感じで下ろします。こちらでですねカドルクリックそれぞれの着用スタイルのご紹介以上になるんですけれども、先ほど、ご質問いただいておりましたヘッドサポート外したところを見てみたいというところだったので、そちらもご紹介したいと思います。このように両サイドのボタンを外していただいてファスナーがございますので、これを外します。うん、簡単に取ることができます。取っていただいてもそのままお使いいただくことができますし、つけていただいてもお使いいただけるので、それぞれのシーンに合わせて使っていただければと思います。またですねおんぶの目安9ヶ月とありますが、何か成長の目安ありますか？例えば首座り腰座りとというご質問ありがいただいてます。ありがとうございます。こちらですねちょっと詳細改めてご連絡させていただければと思いますので、インスタライブ終了後ですねちょっと時間を置きましてストーリーにてご回答させていただければと思いますので、少々ご回答お待ちいただければと思います。またですね生後3ヶ月のお子様のお母様からもコメントいただいております。こちらのブラックご購入希望のコメントいただいております。ありがとうございます。ちょっと再度のご連絡にはなるんですけれども、こちらのカドルクリックのキャビアのブラックのカラーですね、現在欠品中でご案内をさせていただいております。現在のところ入荷未定となっているんですけれども、ちょっと急ピッチでですね入荷早められないかこちらも調整させていただいているところではございますので、入荷日近づきましたらヌナ公式インスタグラムにてお知らせをさせていただきます。ちょっとご迷惑をおかけしているんですけれども、ご理解のほどよろしくお願いいたします。ではですね、
続いて少しご紹介もさせていただいてるんですけれども、カラーバリエーションの方を最後にご紹介していきたいと思います。はい、カドルクリックのですねカラーバリエーションは3色ございます。どのカラーもコーディネートを崩さずスタイリッシュなデザインとなっております。で今回はですねスタッフが着用している洗練されたグレーのカラーですのホグというカラーと、インポートらしい色合いが魅力のデニムカラーです。一応こちらにありまして、上の方にございます。そして、3つ目がですね、シックでどんなスタイルにも馴染むキャビア、こちらの3色となっております。再度のご連絡をさせていただきます。カドルクリックのキャビアのカラー、現在欠品中でご案内をさせていただいております。現在のところですね入荷未定となっておりまして、入荷日確定しましたらヌナ公式インスタグラムにて、お知らせをさせていただきます。大変ご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。では本日ご紹介したカドルクリックなんですけれども、購入できるところをご紹介させていただきたいと思います。加藤寺直営店舗と公式オンラインショップにて、展開をさせていただいております。カドルクリック展開している直営店舗は今画面に出ているこちらの店舗になります。ぜひですね店頭で、カドルクリックの使用感チェックしていただければと思います。またヌナ公式オンラインショップからもご購入をしていただけます。今表示されている QR コードからご覧いただけます。ネットで気軽にご購入もいただけますので、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。ではですね今から、少しお時間を取りまして、質問タイムご用意していきたいと思います。何かご質問ございましたらお気軽にコメントをお寄せください。またですね、インスタライブ中にいただいたコメント、ご回答させていただいているんですけれども、もし私のコメント読まれてませんみたいなのがありましたら大変恐縮なんですけれども、再度、コメントいただければですねご回答させていただきますので、お知らせいただければと思います。ではですねご質問が集まるまで基本的な情報をお伝えさせていただければと思うんですけれども、まずですねこちらのカドルクリックの、購入金額ですねご紹介をさせていただきたいと思います。前から共通のお値段となっておりまして、税込み35,580円となっております。4通りの着用スタイルがありまして、カドルクリックならではのこちらのマグネット式バックル、大変特徴的で、ご使用者さんからもですねご投票いただいているポイントにもなっておりますので、ぜひこのあたりもチェックしていただければなと思っております。あとはですねおすすめポイントとしましては、腰ベルトのところがですねこうしっかりと厚みがあるので負担なくお使いいただけて、またバックルの部分が、すごく大きくてつかみやすくなっておりますので、パパママさん両方兼用していただきやすい、ご家族で使いやすくなっておりますので、こちらも合わせて見ていただければと思います。ご質問いただいております。下の方のマグネットなんですけれども、子どもの腕に当たってしまって摩擦で赤くなってしまいます、対処方法ありますかというご質問ですね。下の方でいうと腰ベルトのところに来るところかなと思うんですけれども、1点確認していただきたいなと思うのが、足穴調整ボタンですね、こちらのボタンが、ついていると新生児から生後4ヶ月頃までの小さなお子様の場合はちょっと足が入る部分を小さくする必要があるので、ここでちょっと調整をさせていただいております。なのでこちらを1回取っていただいて、お子様の年齢にもよるんですけれども、取っていただくとこちら の間口が少し広がるので、はい、手の当たる部分ですね、少し、距離感が生まれるかなと思うので、そちらも少し確認をいただければなと思っております。続いてのご質問ですね、生後1ヶ月の赤ちゃんを乗せようとしたところ、足が開かず難しかったです、着用のコツなどありますかというご質問です。ちょっとですね実際に新生児さんの赤ちゃんの乗せ方をもう一度やってみたいと思います。少々お待ちください。
乳児用ブースターとつけるところあ、つけるところからになりますので、ちょっとですね今着用しているものが乳児用ブースター取ってしまっているものなので、違うカラーでご紹介させていただきます。ご準備するのでお待ちください。やはりあのパドルクリック人気高い商品になっているので、すごくいろんなご質問いただきますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やはり店頭でも人気で着用したいっていうふうなお客様増えてらっしゃいますね。そうですね、たくさんいらっしゃっているのですごい人気ですね。いろんな抱く紐を試してぜひですね自分に合ったものを選んでいただきたいなと思います。そうですね、なんかやっぱり前来着なのでコートとかリュックとか背負ったままできるのもいいですよね、はい、とても安心ですね。やっぱこれからの時期使いやすいかなと思いますね。そうですよね、あの今妊娠中 の、 あのプレママさんだったりも、はい、あの冬に向けてのご準備進められていると思うんですけれども、前来着一番いいなと思うのはコートの時期ですよね。コートの時はもうとても便利ですね。あと 寝かせる時とかもすぐさっと赤ちゃんだけ下ろしてっていうのができるので、すごく便利ですね。そうですね、使いやすいと思います。今ご紹介させていただいたのはこのカラーなんですけども、今回ですねこちらのデニムカラーで今ご紹介させていただきますので、またちょっと色味が変わると見え方も変わりますね。変わってきますね。いいねもいただきました、ありがとうございます。一旦着用した状態からつけていただきます。ちょっとねバタバタとしてしまっているんですけれどもご準備整い次第ご紹介しますので少々お待ちくださいませ。やっぱりなんかちょっとネイビー の、はい、あのデニムのお色味もこういうシンプルなお洋服にも合わせやすいですよ ね。結構男性の方人気はこのカラー多いです。馬券用で使えますので使いやすいですね、はい、準備整ったようなので始めていきます。はい、お願いいたします。まずですねバックルマグネットを外していただきます。ですね、バックルを片方だけ留めておいていただきまして、でここに赤ちゃんをスタックしていきたいと思います。新生児の赤ちゃんですね。今バックル止めてる方に足を通します。この時ですねしっかりとあの赤ちゃんを支えながら抱っこしてください。ちょっと足が開きにくいっていうお話があったと思うんですけれども、はい、ちょっと片足ずつ入れていただくようなイメージで片方の、マグネット止めていただいて、まず片足入れていただいてお尻をこう下ろすようなイメージですね。片方の足出していただいてお尻をまず下ろしていただくようなイメージにするとちょっと足が開きにくい新生児の赤ちゃんでもあのやりやすいかなと思います。でもう片方の足もしっかり出していただいて、でマグネット止めていきます。今この赤ちゃんちょっと新生児より大きいかと思うんですけど、3ヶ月ぐらいの赤ちゃんですね、はい、新生児の時だと足がですねここにちょっと乗るようなイメージになります。ここにちょっと乗るようなですね。ここですね、もっと小さい感じになります、ね、はい、はい、で上のマグネットを両サイド止めていきます。でそしたらまだここの赤ちゃんとの距離があるので両サイドの紐をですねこうキュッと止めていきます。下側に向かってキュッと止めると赤ちゃんとママの距離がなくなるので、ここでしっかり安定して抱っこすることができます。このような着用方法になりますので、はい、ぜひ使ってみていただければと思います。続いてのご質問ですね。パドルクリック使用していますが抱っこ紐講座などで習って調整してつけてみても足が浮血して膝から下が紫色になってしまいます。何か対処方法ありますかというご質問です。ちょっとですね多分足元がちょっと窮屈になっていらっしゃるかなと思うので、まず1点目はですね足穴調整ボタンの部分、ちょっとお子様の年齢にもよるんですけれども、生後4ヶ月過ぎていらっしゃいましたらサイドのですね、ボタン、こちらのボタン外れているかを確認をお願いいたします。
こちら外していただくと足元に来る部分までの隙間が広がりますので、あのしっかりと赤ちゃんの足が大きくなってきてもこう対処できるようなサイズ感になるっていうところが1点と、もしですね、生後4ヶ月を過ぎても乳臭ブースターつけてしまっているようであれば、そちらも外していただくとお子様のお尻がですね、下の部分ですね、今ちょっと調整で上げているので、小さなお子様用にブースターでお尻が上がるようになっているので、お尻が下がってまいります。こちら取るとお尻が下部分に下がりますので、そちらでまた足のところが緩んできますので、そちらでご調整いただければなと思います。ちょっとご使用されているお子様の年齢を確認していただきながら、ご調整をいただければと思いますので、一旦そちら試していただいてもよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。こちらもですね、先ほどのこのベルトもくるくるとまとめていただいて、ゴムバンドで留めていただくと収納できるようになります。続いてですね、よだれカバーは購入時についていたんですが、ヌナの抱っこ紐に対応している他のよだれカバーありますかというご質問ですね。ありがとうございます。他のですね、付属している商品以外のよだれカバーは、ご用意がないので、他の、店舗様でご購入いただくか、洗い替えのものをちょっと使っていただきながらご使用いただくかというところをお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。キャビアのカラーいつ再販しますかというご質問ですね。たくさんのご質問をいただいております。ありがとうございます。すみません、サイトのご連絡にはなるんですけれども、ただいまキャビアのカラー欠品中でございまして、現在入荷未定なんですけれども、ちょっと入荷時期急げるように対応させていただいている最中でございます。入荷日決まりましたら、ヌナ公式インスタグラムの方でもお知らせさせていただきますので、少々お待ちいただければと思います。ご迷惑をおかけしておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。先ほどの、足のところがちょっと窮屈かもというご質問をいただいたお客様ですね、4ヶ月で回答していただいた2つとも試していたんですが改善しませんでした。体に入っていない場合の使用機会の方がいいですかというご質問ですね。ありがとうございます。ちょっとですね、足の部分がどのぐらい窮屈になってしまっているかなどがコメントだけでは判断しかねる部分がございますので、もしよろしければお近くに店舗がございましたら、加藤寺直営店舗、ヌナ直営店舗にお越しいただいて、実際ちょっと見させていただいてアドバイスさせていただくこともできますので、そちらご検討いただければと思います。あと近くに直営店舗ない場合はですね、大変お手数をおかけしてしまうんですけれども、ヌナ公式インスタグラムの方に、DM にてお写真を送りいただければ、ちょっと状況を確認させていただいてお答えさせていただければと思いますので、そちらをもしよろしければですね、ご対応の方法を取らせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。乳児用ブースターの外す目安として身長はどれくらいになりますかというご質問ですね。ありがとうございます。乳児用ブースターなんですけれども、基本的には4ヶ月の首座り後に外していただくというのが目安なんですけれども、そちら身長の位置に関しましてはちょっと今すぐのお答えが難しいので、ちょっとまた後日お答えをさせていただければと思いますのでお願いいたします。キャビアのカラー人気ですね。キャビアの入荷次第お取り置き予約ができますかというご質問をいただいております。またキャビアの入荷日お知らせはありましたかというご質問といただいておりますので、キャビアに関しまして再度ご連絡をさせていただきます。キャビア現在欠品中でございまして、欠品中で大変申し訳ないんですけれども、現在のところ予約取り置きお受けたまわりできない状況でございます。なのでですね、まず入荷日確定しましたら、ヌナ公式インスタグラムでもお知らせをさせていただきますので、そちらで、ご確認をいただいた上で、ご購入、ご検討いただければと思います。大変ご迷惑をおかけしているんですけれども、よろしくお願いします。またですね、入荷確定後のお取り置き予約に関しましては、現在のところちょっとお答えできかねますので、こちらに関しましても、また分かり次第ですね、店舗の方や公式インスタグラムの方でもお知らせできればと思いますので、ぜひ継続し
で見ていただければと思っております。ご迷惑をおかけしておりますがよろしくお願いいたします。アーカイブ残してほしいですというコメントもいただいております。ありがとうございます。こちらですね、アーカイブ残させていただきますのでご安心いただければと思います。またいいねもいただいております。ありがとうございます。ちょっとお時間も近づいておりますのでこちらが最後のご質問回答とさせていただければと思います。赤ちゃんが寝てしまうとき取り付けた部分に当たってしまいます。どう対処したらいいですかというご質問ですね。取り付け部分に当たってしまうところがどこを指していらっしゃるかにもよるんですけれども、赤ちゃんが寝てしまっているときによくちょっと当たってしまうなというお声をいただくのが肩部分のこのマグネットのところになるんですけれども、ちょっとですねどうしても赤ちゃんの頭の位置がこうずれてしまいがちになってしまうので当たりやすくなっていらっしゃるかなと思うんですけれども、ちょっと赤ちゃんの頭の位置をちょっとご調整いただきながらご使用いただければと思います。どうしてもですねちょっと強く当たってしまうようであればご着用方法をちょっと確認させていただきながらアドバイスをさせていただければなと思いますので、ちょっと再三のお伝え、皆様にさせていただいているところではあるんですけれども、加藤寺直営店舗、ヌナ直営店舗でも着用方法を確認させていただくことできますので、スタッフにご気軽にお声掛けいただければと思います。また近くにですね直営店舗ない場合にはヌナ公式インスタグラムの DM にてお写真をお送りいただけましたら、ちょっとこちらの方で確認してご回答いただくこともできますので、そちらも合わせてご利用いただければと思います。ちょっとですねコメントだけではなかなかご回答難しい部分がございまして、具体的な解決方法をすぐお伝えできず申し訳ございませんが、ご利用よろしくお願いいたします。それではですね皆様たくさんのご質問をいただきましてありがとうございます。本日これでお時間となりますのでこちらで質問コーナー終了させていただきたいと思います。また本日ですねヌナのインスタグラムのストーリーにて質問ボックスご用意させていただきますので、ご質問等ございましたらそちらからコメントを寄せいただければご回答させていただきたいと思います。本日のインスタライブの様子はですねIGTV やヌナ公式 YouTube チャンネルヌナジャパンの方でもアップさせていただきますので、見逃してしまった方もご安心ください。いいねたくさんいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。